忍、楓とデートする、と巻き。よし、さてと、こんにちは。毎度おなじみ忍でございます。この輝かしい21世紀、楓さんはどのようにお過ごしでしょうか。もしかして今からどこかへお出かけですか。ええ、隣の町にちょっとお買い物に。大冒険ですね。お気をつけて行ってらっしゃいませ。片道10分なんだけど。あ、そうだ、よかったらしのぶちゃんも一緒に行かない。いいですか。しのぶ、喜んでお供します。いや、急に言われても困っちゃうね。ええ、ネクタイなんて久しぶりです。はい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 、そこ、あなたたちには言ってない。用意しなくてよし。おやおや、お聞きかい、越後屋さん。あの子ったら、あたしらのこと勘違いしてるみたいだよ。ええ、まったく失礼な話です。我々は今から、幸せクラブの会合に出かけようとしてるだけなのに。嘘つけ！大体何なのよ、その幸せクラブって。あらま、知らないのかい？ CD の裏で光を反射させて、カラスをやっつけたり。股間に2リットルのペットボトルを逆さに当てがい、すんごい立ち上してるふりをするところです。あとはクラブの秘密だから、これ以上はちょっとね。結構です。あ、そうだ、思い出した。今日その幸せクラブで美人占い師のキス占いがあるって言ってたな。 LP! 超飛車俺行くぞサスケ。グズグズするんじゃねえ。いや、いけない、これは楓さんの罠です。そもそもそんなクラブは存在しないのに。エロエロポッポ、エロポッポ。ほらほら、しのぶちゃん、こっちこっち。早く早く。ああ、離してください。人がたくさんで目が回ってしまいます。しのぶちゃん、大丈夫？ごめんね、しのぶちゃん、はぐれないように気をつけてね。楓さん。楓さんと街の中で手をつないでお散歩。わーい、デートだデートだ。やっぱりそう思います。今の僕たちって他人には恋人同士に見えるかな。そらもうラブンラブンですよ。なんであんたたちいるのよ。いや、実はですね、お前たち女に対抗して男同士でデートしてんだよ。ヤッホー、ショッピング開始。洋服にアクセサリー、裏ビデオに女子高生、ドイツで行くっちゅう。ほら、楽しくてつい非合法なものまでくしばしってますぞ。デュー、このミニスカー。いやー、それじゃあ上半身裸じゃないですか。はしゃぐなー。怒られてしまいましたね、ボス。デートとはこんな感じだと聞いていたのだが、間違った情報であったのか。いや、許して。初めてだから優しいのしょも。うるさい。いやー、どうも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 。街中であんたみたいのが目立ったら大騒ぎになるでしょ。へへん、俺様は特別な存在だからして。とにかくせめて変装くらいしてよ。こんなところ知り合いに見られたらどうなるか。カエデ、行ったそばからこれだ。カエデ、カエデでしょ、カエデ。お友達みたいですよ。なんとか切り抜ければ。あら、カエデの友達。あ、どうもこんにちは、しのぶと申します。職業はくのいち。気分はいつも夢がぐるぐるです。面白い。ねえねえ、その鉢巻きも忍者をイメージしてるわけ？いえ、そんなことは。かわいい。うま、ありがとうございます。チャンス。サスケさん、音速丸、今のうちに隠れて。マッハボーイ、音速丸です。仮面の貴公子サスケです。あなたたちは？まあ、しのぶの保護者みたいなものですかな。この人はなんていうか、その人生っていうのはですね。かわいい。
私にそう言ったのは君で、記念すべき10万人目だよ。おめでとう。うわラッキー。楓さん気にしすぎですよ。音速丸見て驚く人なんてめったにいませんから。なんでかな。さあ皆さんノリノリゴーゴーでデートの続きをしましょう。ノリノリゴーゴーです。ゴーゴー。大丈夫なんだろうか。いただきます。おいサスケ、はい、この肉を3分の1プラス6分の1プラス2分の1だけくれい。えっ、あーん、十分に時間がかかりましたが、それは全部ってことじゃないですか。なんと大人げない。それはこっちのせり。シャシャシャ。へー、なに、何もないかい。慎んでいただかせてもらいます。日本人だろ、鮭食え鮭。おいしかった。ケジバカスパン。まあまあ食事中に喧嘩はやめてくださいな。私のをあげますよ、食べかけだけど。ずるいよ音速丸さん。やったい。女の子の食べかけなどというプレミアグッズをタダでもらうなんてさ、あ、もったいない、羨ましい、もったいない、羨ましい。くそー、全てはタイミングと勇気の結果か。吠えたまえ吠えたまえ、負け犬の遠吠えってやつをたっぷりと。あぎゅー。あー、いやいやー、天罰天罰。ほっぶんも、なになんだ。ちょっと、しのぶちゃん。忍者なのに簡単に騙されちゃって、情けない。誰で。私の名はミヤビ。お札を聞いたことがあるぞ。忍者の里、私立忍者学園。今年度呪術学部の入学者に天才がいると。その子の名はミヤビ。その天才がどうしてこんなところに。あら、ずいぶんもくもくですね。はーい、お姉ちゃん。ミヤビちゃん来てたの。お姉ちゃん、はい、ご紹介します。ミヤビは私の可愛い妹です。おい貴様、幼女で妹だからっていい気になんなよ。もっと可愛らしく振る舞いってんだ。そしたら僕ちゃんだんだん気持ちよくなってきてね。それでそれで、ヒヒヒ、まあそんな感じよ。様子を見に来てみればやっぱりか。お姉ちゃん、こんなバカと一緒にいたらいつまでたっても見習いくのいちのままだよ。そんなことないわよ、音速丸はいい子よ。ダメダメ、私が紹介してあげるから、忍者やめて呪術に編入しなよ。私はお姉ちゃんのことを心配して言ってんだよ。でもまずい、このままでは我が忍術学部お色気担当忍が引き抜かれちまうわ。いでよサスケ軍団。サスケ軍団水産。しのぶちゃんは我々が守る。忍者の底力見せてくれるわ。見てもらえない。悪かったもんなしかよ。あのお札が厄介だ。よし、お札にはお札で対抗しよう。おめえお札使えるのか。これぞ禁断のお札。さあ存分に戦ってください。そうじゃねえよこの。だらしない忍者たち。さあお札ちゃん、一気にやっつけちゃってちょうだい。お姉ちゃん。
俺初めて手裏剣触ったよ。手裏剣って鉄だったんだ。マジ。くぅ、大札が暴走したのは雅お前の精神力の未熟さが原因なのよ。もっと可愛らしく振る舞えてんな。そしたら僕ちだんだん気持ちよくなってきて、でもてでもてて、ひひ、まあそんな感じよ。アホ。私たちの初デートじゃなくて買い物は散々に終わったのでした。そしてあなた、お姉ちゃんとどういう関係？友達？それだけ？なんか怪しいな。こら、楓さんに失礼でしょ。過剰に姉を心配するみやびちゃんの登場で、私の部屋はどんどん非常識濃度を上げていくのでした。行動するもんじゃないの？はい、そうですよ。それにしてはしのぶちゃんの格好派手すぎじゃない？どうして目立つピンクなの？主役だからってのはなしよ。じゃあ、実は次回、2人がしのぶで音速丸怒るの巻、しのぶ家を出るの巻。本当はもっと地味な色だったんですけど、ネズミに耳をかじられたショックで。嘘。